さて、本日ご紹介したいのは影響力の武器、なぜ人は動かされるのかということで、まあちょっと仰々しいタイトルなんですけど、これ誰かに影響を与えたいとか人を操りたいみたいな人にもおすすめの本ですし、全然そういうの興味ないよっていう人も、なんか知らないけどうんって言っちゃうんだよなとか、相手の言うことに従っちゃうんだよなとか、なんかよくわかんないけど高いもの買っちゃうんだよな、そういう人もね、自分がどうして操られているのかっていうことがわかりますんで、研の本になってます。ぜひぜひこの本書でね、学んだことを活かして役立てていってください。それでは早速いきましょう。さて、本書では心の操り方が6つ紹介されてるんですね。これはもう日常生活でも使えますし、もちろんビジネスでも使える考え方になりますんで、ぜひぜひね、学んでほしいんですが、紹介の前にね、どのようにして心を操るのか、なぜ操られてしまうのかというところを紹介したいと思います。さて、それではなぜ人は操られてしまうのか、なぜ欲しくもないようなものを高値でね、買わされてしまうのかという点について説明していきたいと思うんですけど、人間は進化の過程で心理トリガーというものを身につけてきたんですよ。なぜか知らないけど、こういうことをされるとこういうことをしたくなってしまう。例えば食べ物を見ると唾液が出てしまう、そういう反射のようなものが心にも備わっているという話なんですね。本書では具体例として間違って2倍の値段をつけてしまった宝石店があって、しかしその日はいつもよりも宝石が売れたなんていう話があるんです。人間の行動としては、頼み事をする際に何かどうでもいい理由でも何でもいいんだけど、つけた方が相手を説得しやすい、相手はあ、その理由だったら仕方ない、受けるよっていう風に言いやすいといった、操られる基本パターンみたいなものがあるんですよね。その操られるパターンっていうのをまとめてくれたのが本書なんですね。さあ、そして注意してほしいのは、この無意識のトリガー、抗うことはできないというところをしっかりと押さえておく必要があります。私たちは進化の過程でより効率的に生きるために、こういった今から説明する心理トリガーというものを身につけてきました。つまりこれはもう人間としては必然的な反射なわけです。唾液出るのを止められないように、私たちはこの心理トリガーを抑え込むっていうことがなかなか難しいんですよ。だからこそ、心理トリガーで今もしかしてこの商品欲しくなってるんじゃないかなっていうことを客観視してみる、自分が別に欲しくもないんだけど、いろんなその心理のテクニックによって買わされそうになってるんだなっていうことを見ることによって、初めてあ、やめとこっていうふうに思えると思うんですよ。だからこそ、しっかりと知識としてこの情報を知っておくということが大切になってくるわけです。さて、それでは皆さん、お待ちかね心理テクニックを紹介していきましょう。さて、その6つの心理テクニックとは、偏方性、一貫性、社会的証明、権威、好意、希少性、この6つなんですが、まあこれちょっと古い本なんでね、最近の私たちからすると、権威だったり好意だったり希少性っていうのはちょっと聞いたことがあるんじゃないかなというふうに思います。偏方性もちょっと聞いたことがあるかなと思うんですが、権威っていうのはなんか偉い人が言っていることは、あ、正しいなって思っちゃうだとか、好意っていうのは好きな人から言われたことっていうのはなんか正しいと思って受け取っちゃう、希少性っていうのは珍しい残り1個だよっていうふうに言われたら欲しくなっちゃうよっていうことなんですよね。でも最近で言うと、この権威っていうのはツイッターのフォロワー数だったりとか、 YouTube で言うならチャンネル登録者が多い動画の方が正しいんじゃないかとかね、そういうことが考えられるんですが、まあこのね、右側3つっていうのは簡単なんですよ。よく言われていることなんで。じゃあこの左側3つ。この3つがね、ちょっと面白いなと思ったんで、具体的に説明していきたいと思います。さて、それではまず、偏方性。まあ、好意の偏方性っていう言葉聞いたことある人もいるんじゃないかなと思います。まあ、好意の偏方性っていうのは恋愛なんかで、好きでもない人から告白されたのに、なんか気になっちゃって、なんか気づいたら好きになってる。みたいなのを好意の偏方性って言うんですが、まあそれとも似てるんですがね、何かしてもらったらお返しをしたくなるっていうのが偏方性っていう言葉なんですよ。例えば試食販売でこう食べさせられることによって、なんか悪いからね、その商品買わなきゃいけないんじゃないかなとか、服屋さんとかで試着していいですよって言われて、試着ばっかりいっぱいしてるのも悪いから、なんかちょっと買ってこうかなみたいなのも、まあ偏方性に入るわけです。でね、この偏方性っていうのはすごい特徴がありまして、嫌いな人からなんかされた時にもお返しをしたくなるんです。好きな人とか、そういう特別な人からだけでなくて、嫌いな人からされた場合もお返しをしたくなる。また欲しくないものをもらった場合でも、この偏方性っていうのを作用してしまうわけです。で、もらったものよりも、しかもね、多く返さないといけないっていう思いが芽生えるんですよ。これってすごくないですか？もう嫌いな人でも、嫌われてても、いらんものをポンとあげれば、もらった、そのあげたものよりも多く返ってくるよっていうのが
この偏方性なんですよね。だから YouTube とかでこういった無料の要約動画をこう見てもらっているという私たちは、こう見てもらっている人側からしたら、あ、なんかこんなにも無料で情報をもらってるならチャンネル登録しなきゃな、みたいな風に思ったりもするというのがこの偏方性っていう風になるんですよね。これは例えばね、メルカリとかでも最近あるんですけど、めっちゃ値下げ言ってくる人いるじゃないですか。で、いや、そんな値下げ無理だよ。じゃあ1000円のものを500円でとかって言われたら、いや500円にできないよと。じゃあでも750円ならどうですか、みたいに譲歩するっていう場合もあるわけですよ。と、相手が譲歩してくれたんなら、こっちもちょっと1000円じゃなくて、まあ750円に譲歩しようかな。この相手が譲歩してくれたなら、こっちも譲歩し返さなきゃなっていうのも偏方性の一面になるんですよね。さて、お次は一貫性ということで、これコミットメントと一貫性って言われるんですが、発言したことっていうのを曲げることができない、一度発言したことを撤回できないよというのがこの一貫性なんですね。特にね、男性の方これ陥りがちだと思うんですけど、自分が言ったことが間違ってるなってちょっと気づきながらも、一回言ってしまったことっていうのをもう撤回できないっていうことなんですよね。人間は特に自分自身っていうのは正しいと思いがちなので、この発言したことっていうのをやっぱそうなんじゃないかなっていうふうにだんだんと思い込むようにできてるんですよね。例えば高額商品を買った時なんかに、その商品自体が素晴らしいものなんだって思い込もうとしてしまう。なんか実際買ってみたら思ったのと違ったなと最初は思っていても、日に日にあ、やっぱこれいいもんじゃんっていうふうに思おうとしてしまうっていうのがこの一貫性になります。あとはですね、一度イエスって言ったら撤回しにくくなるっていうのもあります。だから、まずは小さな安いものを売りつけていって、どんどん高くしていくっていう情報商材の手法なんかあったりしますよね。これも一貫性を利用しています。で、この一貫性っていうのは効果を増強する4つの鍵っていうのがあって、相手を行動させて、公衆の目にさらし、さらに努力を要して自分の意思で選ばせるっていうことなんですけど、例えば服の試着なんかをさせて、みんなの前で服を着させると。で、ああ、いいですね、素晴らしい、似合ってますよっていうふうに言ったりすると、あ、やっぱちょっと似合ってますよね、みたいに自分でも思い出したら、最後、それを買わないといけないんじゃないかなっていうふうに思ってきたりする。これも一貫性の一つのパターンなんですよね。あと面白い例で言うなら、馬券っていうのは買うよりも買った後で、あ、なんか勝てる気がしてきた、この馬券俺が買ったなら勝てるやろ、みたいな風に思っちゃったりする。これももう馬券を買うっていう行動を移してるわけですよね。だからもう引っ返せないわけですよ、返すことができないと。だからなんか勝てる気がしてきちゃうみたいなのも、この一貫性っていう心理テクニックが作用してしまっている場合になります。さあ、そして最後が社会的証明っていうことで、これは多くの人が行っていることが正しいと思ってしまうっていう心理テクニックですね。よく言われるのは、行列ができている店って美味しいんじゃないかと思ってしまうっていうことなんですけど、これうまくね、利用しているのがテレビなんですよね。お笑い番組なんかで録音の笑い声っていうのが入っていたりしますよね。あれで、あ、みんなが笑ってるんだからこれは面白いんだ、この芸人は受けてるんだっていうふうに思ってしまう。これが社会的証明の心理テクニックになるわけです。あとはですね、先ほどもちょっと権威のところで説明した、再生数が多い動画っていうのが信憑性が高いっていうのは、もちろん権威として数字でバンと出ているから、あ、すごいんだなって思うのと同時に、みんなが見ているっていうことは、この動画は正しいんじゃないかという社会的証明につながっているわけなんですよ。だから最初っていうのは、この YouTube の動画で見られてない時っていうのは大変なんですよね。社会的証明もみんな見てないなら正しくないじゃんと思われてしまう、権威がない状態なんですよ。それが一度伸びてきたら、あ、みんな正しいんじゃないかと思って見出すから、うまくサイクルとして回り出すというようなことがあったりします。まあ YouTube はね、最初が大変ということなんですね。さて、最後に6つの心理テクニックもう一度おさらいしておきましょう。まず1つが偏方性。何かしてもらったらお返しをしたくなる。嫌いな人からされてももっとよりいいものを返したくなってしまう。一貫性、自分が発言してしまったことっていうのはなかなか撤回ができないよと。行動に移していたらなおさら撤回できない。社会的証明、みんながいいと思っていたものはなんかいいって思っちゃうよと。権威、すごい人、偉い肩書きがある人っていうのが言っていることっていうのは、ああ正しいんだなっていうふうに無条件で思ってしまう。好意、好きな人が言っていたら、なんか、うん、そうなのかなと思っちゃう。希少性、残りあとわずかですよとかって言われると欲しくなってしまうということでね、この6つの心理テクニックっていうのをうまくね、使って自分の
意見を通すときとかに使ってもらえればいいなと思いますし、自分がね、心理テクニックに騙されていないかっていうところをいつも意識して思うことによって騙されるっていうことも減ると思いますんで、ぜひぜひ日常生活で使っていっていただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。長々とお付き合いいただきありがとうございます。この動画が良かったと思われる方、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。